然豊かな公園ではありますが、比較的今まで回った公園の中では歩く場所も広いですしね、こう整理が行き届いているかな、整備が行き届いているかなと思います。前回よりね、寒いっていうのもありますけど、非常に静かですね。他の公園と比べてちょっと静かかなと思います。鯉が泳いでいますね。この公園の池は結構たくさん鯉がいます。ここも横山の道ですね。今西順路の方に回ってるんですけれども、加藤さんという人が昔住んでいたようですね。それを古民家として残して公園を訪れた人に見せている。あ、すいません、加藤さんじゃなくて有山さんですね。まあ18世紀頃の建物だそうです。主に農業をやってた人みたいですね。こうやって残ってるのはすごい。寒くなかったんですかね、昔の人は。ここは玄関になります。台所はね、部屋の中にはなかったんですね。こういった
玄関と同じようなところの土間というところにあったんです。ここでご飯も炊いていたし料理もしていた。でここがまあ今でいうリビングルームですかね、まあ、ここで、まあ、座布団なんだかを引いてね、このまま座ったらまあ痛いと思うので、しかし寒そうですね。でここであの食事をしていた。この囲炉裏に火をつけて温まっていた。で温めな料理をねここで温めながら食べていたということです。この床は竹のすのこ床と書いてありますが、竹でできていますね。あちらの方がねあの物置、まあ納屋というんでしょうかね、名前は自分たちのまあ服とか荷物とかなんかタンスみたいなのありますけど、荷物を置く部屋。一応水をここで使うこともできたみたいですね。何か洗ったりとか、どういうふうに使われた壺なのかちょっとわからないんですけれども、であの奥の座敷で畳が引いてある、あれであそこに布団を引いて寝ていたということです。これが本当にここに住んでいたのだとしたらですね、すごく冬は寒かったんじゃないですかね、囲炉裏があるとはいえ。風呂場、お湯に浸かっていたかどうかは謎です。18世紀ならお湯に浸かっていた可能性があるんですけれどもね、まあ、ここで体を洗っていたのかな。ここが縁側のようなところでしょうか。まあ、お客さんなんか来たらここに座ってもらってね、外の風景を見ながらおやつを食べたりしたのかもしれませんね。では次は加東区へ向かってみましょう。ここの上、ゆうくん、ここの上。はい、ここが加藤家です。ここも18世紀の後半ぐらいの建物らしいですね。ちょっと中に入ってみましょう。ここも同じように土間があって、ちょっとさっきのところよりも物が多い感じがしますね。はい、同じようにかまどがあります。中を見てみると、流しはさっきの家よりもちょっと近代的な感じがしますね。はい、中に囲炉裏があります。こちらの家の方が新しいのですかね。きちんと木の床ですね。そしてこの家には管理人さんもいますし、まあ、このように紹介のパンフレットなども置いてあります。説明書きもありますね。奥の座敷には
ひな人形が飾ってありますね。まあ、これからひな祭りがあるので。奥にはタンスも見えます。故郷の母の家、昔こんな家だったかもしれません。記憶に残ってるんですけど、今は新しく建て直しましたね。もうずいぶん前の話です。裏に出てみましょう。加藤家の真裏ですね。ここの方ができるだけこう生活感が出るようにしてある。この小屋に鶏がいるはずなんです。ちょっと見てみましょうか。ちょっと今はいないみたいですね。梅の花が咲いていますね。今年は桜が少し早く咲くのではないでしょうか。はい、美味しくパンをこれからいただこうと思います。外で食べるってこう気持ちいいですね。これまで結構いろいろこの近辺、一応近辺と言われる場所を、これ穴開いてますね場所を散歩してきたんですけど、そうですね、前回みたいな本当に何度も歩いた道も安心していいし、まあ行こうと思わなければね、あの都道の155号線だとか、うん、あとなんだ、あと奈良バイヤードですね、あれは素晴らしかった、結構記憶残ってますね。あつり橋とかね、ああいうところにはちょっと行けなかったと思うので、まあこういうのをまた続けていければいいなと思ってます。でも歩いてばっかりじゃなくて、なんか交通機関を使っていけないかなという考えもあるので、まあ訪れてみたいなと思うような動画をね、また作ってみたいと思います。で、今まで撮った写真を今回はおまけでつけたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
ちょっと映ってますかね。不法投棄禁止って書いてあるんですよ。だから竹やぶにこういっぱいなんか入れないようになってるんですけど、ここに自分家のいらなくなったもの、大きいものだとテレビとか捨てていくような人がいるんですよね。日本人がマナーいいとかそんなの嘘っぽ。何人でもそんな人いますよ。全然歩道なんて書いてあること一つもないですよね。
ちょっとした公園の中で釣り橋があるっていうのはすごいことなんですよね。